生き物が生きるのに必要なのは、そう、水ですね。カメレオンもね、その例外ではなく水を飲みます。というわけで今回はね、うちのカメレオンちゃんたちが水を飲むところを皆さんに見てもらおうと思います。まずね、この目の前にいる亀吉くんからいきましょう。うちはね、このボトルから結構あげてるんだけど、おー、見て亀吉くんがもう反応してる。亀吉くんとかもね、このボトルから結構飲むんだけど、ちょっと見ててね。めっちゃ噛んでんだけど、かわいい。そうね、うちの子はね、このボトルから水が出ること知ってるから、あえてね、結構無理やり、あれはちょっと初めて見たんだけど、結構ね、わかるんでね、水を飲みます。カメレオンはね、動くものによく反応するので、水もね、こうやって動かしてあげると、よく反応します。ほら。こうやってね、ボトルから結構直接飲んでくれて、すごいでしょ。でね、口に近づけてあげると勝手に飲んでくれたりして、あえて喉もね、人間みたいに動いて、あんな感じにちゃんとね、飲みます。結構ね、ちょっと無理やりっぽい感じするけど、いつもうちはね、こんな感じであげてます。飲むとね、こうやって頭を上げて、なんか首をね、こうやって飲まして、こうやってね、水を流してますね、下に。喉もさ、こうやって動いてるでしょ。こんな感じで、ね、カメレオンちゃん飲みます。じゃあね、次はちびきちゃんね。ちびきちゃんもね、このボトルから水が出るの知ってるので、ね、こうやって近寄ってきます。で、このボトルをね、まあ、本当はね、こういう葉っぱのところに、こうやって水をつけて、で、ここにね、葉っぱに水ついてるじゃん。で、この葉っぱをね、カメレオンって舐めたりして、水を摂取するんだよね。あの、クレステッド月光とかもよくそうやってね、水を飲みますね。だけど、うちのカメレオンはね、このボトルから直接飲みますね。いや、こっちの方がね、まあ、効率いいし、ね、話し飼いなんでね、うちは。特殊なんで、そう、こんな感じで、わかってるでしょ、ちびきちゃんも。結構頭いいよね。わかるんだよ、こうやって。これから出るんだって。わかってね、ちゃんと自分から近づいてきてくれてね、飲みます。かわいい。ちびきちちゃん。まあ、葉っぱにね、こうやってやるのもいいんだけどね。まあ、こうやってやると結構ね、カメレオンちゃんにかかったり、あとね、あ、飲んでくれるかな。ちょっと見えないけど、あんな感じでね、カメレオンが自分で葉っぱについたらね、水滴を舐めて飲むって感じなんだよね。で、このボトルね、俺が、本当はさ、こうやってシャワーみたいになるんだけどさ、俺がね、コントロールしてね、この術をね、身につけました。このポタポタね、垂らすように、カメレオン用にね、身につけた。お、もういらないかな。こんな感じでいらなかったらね、ちゃんとあっち行って、わかりやすいよね。ちびきち、もういらないのか。まあ、結構ね、一粒一粒ね、水の量あるんで、まあ、ちょっとだけ見えたけど、結構ね、多いです。あれでも。ちなみに、青吉くんもね、結構分かってね、こうやって飲むようになったね。この子ね、マジで頭いいと思う。まだ来てやって2週間、1ヶ月経ってないからね。それでさ、こんな飲んでね、頭いいよね。はい、というわけで今日はね、カメレオンが水を飲むシーンを見てもらいました。うちのカメレオンはね、結構水の飲み方特殊だけど、普通の子はね、まあ、葉っぱとかにね、ついた水滴を舐めて飲むっていう感じだね。だからさ、カメレオンね、まあ、こういうレイアウトね、おしゃれとか、そういう身を隠すためとかあるけど、まあ、水をね、飲むためとかにもね、クレスちゃんとかカメレオンとかね、結構必要なんですね。で、冒頭でも言ったんだけどね、生物が生きるのに必要なのってやっぱ水、結構重要な部分をね、担っていると思うのでね、まあ、カメレオンとかね、特に脱水で死んじゃう頃かもね、結構多いらしいのでね、もしね、これからカメレオン飼いたいっていう人いれば、まあ、水ね、あげ方とか、いろいろね、工夫してもらって、たくさん飲んでもらうといいと思います。まあ、あげ方はね、本当に葉っぱに水滴つけてあげるみたいな、そんな感じでね、まあ、動きとかね、つけてあげると、よりね、カメレオンが飲みやすくなるかなと思います。はい、というわけで、おっと、見て、ちびきちゃんが自分の足今掴んでたね。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。